皆さんこんにちは。私は今日読谷村のこちらにお邪魔しています。それでは自己紹介お願いいたします。はい、読谷漁協の前田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は前田さんからお話聞いていきたいなと思いますけれども、すみません前田さん、こちらの、はい、すみません紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、こちらはですね、読谷漁協 の鮮魚直売店、今年のですね4月29日にグランドオープンいたしました。以前隣の方にですね、鮮魚直売店があったんですけど、今年競り市場をですね建て替えするときにですね、一緒にこの鮮魚直売店もですね一緒になった、複合施設として新たに、生まれ変わりました。はい、ありがとうございます。こちらではやっぱ新鮮なお魚の購入だったりとか、他にもいろいろなことができるのか、ちょっとお伺いしてもいいですか。はい、読谷漁協の特徴はですね、はい、毎朝朝10時に、その日取れたですね新鮮な青魚、回遊魚がですね毎日水揚げされてまして、でその新鮮なお魚がですねこちらの方ですねずらっと、今日も並んでますけど、新鮮な、お魚をその日でですね、皆さん食べていただけるという、非常に読谷漁協ならではのですね、魚の販売をさせていただいております。やっぱもう新鮮の海の幸をその日に楽しむことができるということで、はいはい、ありがとうございます。実はこの、リニューアルオープンしたということで、実は2階にもねお店も新しく開かれたんですよね。はい、2階の方はですね、海んちゅ食堂って言いましてですね、以前から、この以前の直売所の外の方でですね、はい、食事の提供をさせていただいていたんですけど、今回2階の方にですね室内で食事スペースを設けまして、でそれと合わせてテラス席ですね、もう海を眺めながら、食事ができるですね、テラス席もですね設けさせていただいてます。はい、ということで、もう海んち食堂といえばもう誰でも知っているこの、ね、地元の方にも人気なお店ですけれども、何か人気なメニューだったりとかおすすめメニューがあれば、はい、お聞かせ願いますか。そちらは上の方にですね、ぜひ、はい、ぜひこれから移動して、はい、紹介したいと思いますので、はい、それではじゃあ上に移動してまたお願いします。はい、それでは上に移動します。はい、私たちは今では2階の海んち食堂に、参りましたけれども、それでは前田さん、この海んち食堂のおすすめのメニューなどお伺いしてもいいですか。はい、読谷漁協 ですね一番人気商品、こちらの海んち丼ですね、これが一番の人気です。こちらのこちらの、はい、6番のこの海んち丼が一番人気になってます。はい、でその次にですね、この海ぶどう丼ですね。読谷漁協で今海ぶどうを養殖してるんですけど、毎日その取りたてのですね、海ぶどうをたっぷりとこの丼にしましてですね、もうたくさん乗ってますもんね。海ぶどうはプチプチとした食感とですね、もうこの塩の香りのですね、これがもう今人気の商品となっております。はい、素敵ですね。もう写真で見ただけでもほんとボリューミーというか、こんなに海の幸が乗ってて大丈夫なんですか。はい、海中丼などですね、はい、もう本当に新鮮な、魚介類がたくさん詰まってますんで、ぜひ一度召し上がっていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ということで前田さんからお話聞いてきましたけれども、また、こちらに、富谷漁港に来てみたいなと思っている方に一言いただいてもいいですか。はい、読谷漁協はですね今回新しくですねグランドオープンしまして、もう施設も充実しております。なおかつですね、食事の方がですね本当に充実しておりまして、新鮮な海の幸をですね、こちら海食堂ですけど、この海のですね眺めながらですね、ぜひこの富谷漁港の自然に包まれながら、ぜひ食事をしていただければなと思っております。はい、もう本当にこの綺麗な海を見に来ていただきたいですよね。はい、はい、ということで、今日はですね、前田さんからお話いただきました。最後までありがとうございます。はい、ぜひ皆さん来てください。